はい、今回は、レザークラフトでモデルガンの、ホルスターを作っていきます。これはトイガンですが、実在拳銃の模型です。これに、かっこいいホルスターを合わせたくて、レザークラフトです。栃木レザー 1.6mm 厚と、太めの白いステッチで作っていきます。いつもは、行き当たりばったりで革を直接カットしていたのですが、今回は型紙から作りました。まあ、ただのコピー用紙に落書きなんですけどね。ちょっとこだわりたい部分があって、国際、というトイガンメーカーから、コルトポケットというモデルガンと共に、発売されていたホルスターがありまして、外見だけはそれに似せつつ、要所で手を抜いて作っていくつもりです。国際の当時の広告が、かっこよかったので、パロッタ画像を作ってしまいました。サムネや、冒頭の画像が、今回のイメージということになりますね。表に来る面を湿らせて、軽く成形しました。厚くてしっかりした革で、床面をノリで仕上げただけの、ものにしていきます。コバは黒いとコノールで黒くしました。ホルスターだけでは寂しいので、マガジンポーチも作ります。また、欲張って弾丸ホルダーも、取り付けましょう。そしたら、スペースの都合で蓋が付けられなくなったので、ファストマガジンポーチということにしておきます。ダミーカートを当てがって、現物合わせで弾丸ホルダーを、縫い付けていきます。6発装填できるマガジンなので、6個分の弾丸ホルダーです。僕が買ったキットには、ダミーカートが5個しか付いていませんでした。なので、この弾丸ホルダーをすべて、埋められないのが辛いところです。床面は CMC でケバたちを、押さえておきます。少量でたっぷりできるので、ちょっと濃いめに作って、数回塗っておきました。ベルトに通すとメグは、ホックで取り外せるようにして、マガジンポーチにはかしめて固定しました。この辺は、ちょっと手を抜いて簡単な構造にしてあります。縫う場所をヤスリで荒らして、接着します。接着できたら皮脂目を打っていきます。あとは大詰め、塗っていきます。縫う距離は短いので、意外とすぐに終わってしまいます。トリガーガードの部分は、わざと角にして簡単にカットしたり、皮脂目を、打ったりできるようにしてあります。技術のなさがキラリと光る瞬間ですね。ここが、キラリと光る技術のなさですよ。まあ、それでもそれっぽく完成まで、こぎつけました。ホルスター部分は、ちゃんと型紙を作ったのが、良かったのかな？遠巻きに見れば、国際、のに、見えますよね。箱に入れっぱなしだったモデルガンですが、こうやってホルスターと傍らに、置くと、なんだか雰囲気が出てきますよね。こういう、へんてこな感じのマガジンポーチも、世界に一つと思えば可愛く、思えます。心残りなのは、蓋が作れなかったことと、ダミーカートを5個しか持っていなかったっていうことですね。
がでしたか？レザークラフトとしては、それほど高度なことを、せずに、どちらかというと勝手に簡単に、作った感じです。細かい部分の始末は、あまり丁寧ではないのですが、雰囲気は出せたのかなと感じています。ブルーイングして、そのまま箱入り状態の、モデルガンがいくつかあるので、ホルスターをぼちぼちと作ってやろうかなと、そんな風に画策中です。この、かつての、国際、をパロディした広告は、この1月末で、すべての製造と出荷を、終了してしまった、国際、への、僕なりの経緯でもあります。まあ、当時はおこちゃまでほとんど、買えなかったし、マルシンの組み立てキットでパロってるあたり、微妙ではあるんですけどね。ネットで見つけてしまった過去の、広告がかっこよかったので、パクらせていただきました。以上、おしまいです。